世界一ディープな芸人ニュースというですね、吉本無限大ホールに出ている芸人のニュースというですね、めちゃくちゃこう、ニッチなニュースなんですよね。で、パネリストはですね、あの、左側がですね、あの、鬼越えトマホークで、右側が空気階段というですね、お笑いの人たちですね。まあ、内容として多くの内容としてはどうでもいいようなヨタ話やってるんですよ。ただ僕、その中で面白かったのがですね、これなんですけども、 ここフリップに書いてあるんですけども若手芸人の間で今一番多いバイトっていうですバイトは何かっていう話だったんですけど。 今吉本の無限大ホールにいるような若手芸人でですね一番多いバイトは、e、だそうですそのウーバーイーツになる一つ前がですね何のことかと思って道路の地下でペンキを剥がすバイトって何なのかなと思ったらヘルメットにものすごい小さい LED ライトをつけて真っ暗な本当に真っ暗な中に入っていってでそれも腹ばいというか背中を地面につけてこう潜り込んでいって狭い狭い中に入っていってで左手にですね電動の3 サンダドと言われるこうヤスリ回転ヤスリを持ってガーってペンキをこするだけのこすり取るだけのバイトなんですってでどうもそれがあの高速道路の下らしいんですねつまりあの数十センチというかですね1メートルか2メートル上をですねもう本当にどうあの車がバン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 走ってるんですけどその地下にですねペンキに鉛が入ってるそうなんですその鉛が入ったペンキを <laughs> あの塗られてるとそれをですね回転式の電動サンダーで剥がすバイトが吉本芸人の間で ウーバーイーツになる前はもうすっごい流行ってたと。この電動サンダーがガーッと行ってですね、この声が通らない。もう誰も話し声が聞こえないので、みんなガーッてやってるからですね、休憩時間になるとリーダーがその電動サンダーで地面をカンカカカンカンって叩くそうですね。そしたらみんな、あ休憩だってことで電動サンダーが一斉に止んで、あ今日はカンカカカン早かったなって言いながら飯食うそうなんですけどもですね。一時期これに吉本の若手芸人がもう40人ぐらい。 いたそうですで40人芸人が集まったんですもうみんな楽しくて楽しくてワイ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 やっててですねある時集まった時みんなあの携帯でこう集合写真撮ったんですってで携帯で集合写真撮ってサンダー持ってウえーとかですね今日俺たちバイト来てますというふうなことで写真撮ってたらですね芸人じゃない主人がですね向こうからものすごい勢いで走ってきてですね「お前ら何やってんだいい加減にしろ何写真撮ってんだ」とてっきり サボってたから怒られたかと思ったらですねその怒られ方がですね「いいかお前ら!」と「絶対にネットとかに写真あげるんじゃねえぞ!」と <laughs> というふうに怒られたというそうです。で1週間後この騒ぎがあった1週間後ですねこれまでもですねペンキの中に入っている鉛が体に入ったら悪いからって言ってマスクは渡されてたんですね。簡単ななママススククです後ろ紐縛るようなマスク で、まあ、調べたら1000円ぐらいのマスクです、1000円ぐらいのマスク渡されてたんですけど、ところがこの写真騒ぎがあった1週間後、いきなりですね、ぜ、全部頭を覆うような、ものすごい、多分 3M 社かなんかのですね、暴毒マスクを全員に支給されて、えー、今日からこれで作業してくれと言われたそうなんですね。どうもこの間、怒られたのは、ふざけたから、サボったから怒られたのではなくてですね、 その写真を世間に見せるとまずいことが起きるから <laughs> <laughs> 絶対に写真出すなというふうに怒られたんだというふうにやっとみんなが気がついたそうです詳しい人に聞いたらですねそんな1000円のマスクであんなマスクでやったらお前ら死ぬぞというふうに言われたそうなんですけどもそう言われれば 鬼トマホークの人もその同じバイトをしてたそうなんですけどもそう言われればどうも不思議なことがあったとあのバイトは月1でですね血液検査があると言われたんでです月1で血液検査があって血液内の鉛の量を調べられるとその鉛の量がある一定値を超えると「そいつクビになるんですよ」っていうふうに言い出してですね「鉛の量が一定値を超えるとそいつクビになるという謎のシステムだったんです」というふうに言って新しいその。 全部をマスクは丸い扇風機みたいなフィルターが3つもついてですね息したらもうシュー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 音えるようなマスクでですね値段聞いたらですねそのマスク8万5000円だそうなんですねこの間まで1個1000円のマスクが8万5000円のマスクつけられてじゃあ今までのマスクは何だったんだあの1000円のマスクは何だったんだとだってマスクつけたら暑いからマスク外してあの作業してたやつも多かったんだと。 うわ、危なかったということですねみんな辞めて今はウーバーイーツになりましたというっ最初の話に戻ってここがオチなんですけどもで僕もですねこれ何なんだろうと思って調べてみたらですね高度成長時代からバブル期にかけて1990年代ぐらいにかけて首都高の高速道路の柱ですか高速道路を支えている柱あそこあたりのですね錆止め塗料,塗料として鉛入りの塗料が大量に使われてたんですよね。 戦前から戦後、日本の輸出産業、戦後ですね。戦後日本の輸出産業を支えていたオキュパイドジャパン、占領下の日本の ブリキのおもちゃもですね。鉛塗料だったんですよ。鉛塗料って食いつきが良くて発色が良くてっていうですね。もう本当に人体以外にはいいことまみれなんですよね。ただ、子供のおもちゃとしては最悪なんですよ。ま、子供のおもちゃとしては、鉛のブリキのおもちゃって、子供が遊んで舐めたりするから、本当に円毒がひどいんでですね。もうあっという間に生産中止になってで、それからそのブリキのおもちゃっていうのは徐々に徐々にその廃れていくんですけどもですね。 首都高にはですね。その鉛が入っている塗料を錆止めとして塗ってたわけですね。なんでそれを剥がさなきゃいけなかったのかというと、今その首都高のその柱とかが古くなってきて、表面のペンキが剥げて風化してですね。粉になって散ってるんです。で、その粉になって散っているので、実は首都高の風下にいる人たちの間で、徐々に徐々に血液の中に鉛が溜まりつつあるというのが分かってきたのでですね。今一生懸命剥がす。 の工事っていうのをやアメリカではですね血液中内にですね大体1デシリあ5デシリットル以内つまり0.5リットル以内にですね 50mg を超えるともう、えー、鉛中毒の可能性があるということで鉛暴露環境という鉛がある環境から労働者を外すというふうに決まってるんですけどもこれもあの皆さんもですね鉛塗料で検索したらですね 僕が言ったようなデータとか記事いくらでも出てくるんですよただ吉本芸人のバイトと結びつけたって書いてる人はまだいないのでですね。こんな話をした後になんですがアベマ TV 日村は行くはですね毎週まあこういうですね面白い番組やってるんでですね僕も見てるので,ですね。ぜひ皆さんも一緒に見てはいかがでしょうかと最後まで見てくれてありがとうございますチャンネル登録もよろしくね